404です。今回は4月の雑談です。4月突入しました。春ですね。なんだかんだとバタバタする季節ではないでしょうか。今日はちょっと遅れて4月4日に撮影しております。今回も先月の反省、今月の予定なんかを話していきます。それではやっていきましょう。中身はこんな感じです。ではやっていきましょう。ですね、3月の反省は山ほどあります。まあ一番は大した動画を上げられなかったということですね。残念な3月だった気がします。前回の雑談で話したことを思い返してみると、確か3月はベアッカイさんがメインになるかと思いますとか言ってたと思うんですよ。でも蓋を開けてみたら後回しになるだろうと言っていたグリモアの制作動画が中心になってしまいました。ベアッカイさんの制作と動画撮影はやってないわけではなくて、ちょっと思うことがあってアップするのを慎重にやっていこうかなと思ってます。前回ちらっとお話ししたんですけど、やりたいことがあってちょっとそれがうまくまとめられなくて考えながらやっているところです。あと他には、欲しいプラモは買って気の済むまで素組みをやりますみたいなことを言ってたんですよ。でもそれもできなかったですね。地味に忙しくてできませんでした。まあでも4月はやります。新しいプラモを1個買ってあるので、それは確実にやります。あとなんだっけ、アニメをいっぱい見るとか言ってたんですよ。それもできてないですね。何も見てません。なかなか大変です。見れるとき見ます。まあ反省するとこはそんなとこですかね。まあさらっと話してますけど、ほんと反省してますよ。はい。で、結局3月はなんか新しいことやったっけかな。あ、やりましたね。新しいシリーズの男なら黙ってパチパチというのを初めて見ました。ランナーからパーツを切り離すシーンだけを集めた動画です。実はこれちょっとやってみたかったんですよ。僕が動画投稿をやる前からある方の制作動画をよく見てるんですけど、その方は制作の状況をほぼノーカットでアップされてるんですが、自分でもなんでかよくわからないんですけど、その人がランナーからニッパーでパーツを切り離すところがすごく好きで、ずっと見てられるんですよ。ちょっとおかしいんですね、僕。で、それだけの動画を作りたいなと。でもあんまり長いとだるいかなと思って、1分にまとめた動画を時系列でアップしております。でもなんか違うんですよね。まだ理想のパチパチを再現できてません。改善の余地ありですね。究極のパチパチを追い求めていきたいと思います。何言ってんすかね。はい。まあでもなんかあの音は心地いいんですよね。分かってくれる人はいるんでしょうか。そんなこんなで出来上がってしまいました。やっぱこのバージョンはちょっと早く出来上がりますね。それではこれをこのまま冷蔵庫で10分間冷やします。はい、冷やしてきました。では今回もこの硬いチョコレートを砕いていきます。あ、なんか今回はすんなりいける。なぜだろう。砕きました。次にこれを電子レンジで1分間加熱します。はい、温めてきました。
こんなもんですかね。はい。それでは流し込んでいきます。一回様子見よう。まあ前回学習したんですけど、あんまり入れすぎちゃいけないんですよ。ちょっと目減りしてるぐらいがいい感じですね。流し込みました。次はこちらですね。バナナチョコです。これを電子レンジで1分間加熱します。はい、加熱してきました。こんなもんかな。それでは流し込んでいきます。あれ、あ、やばいやばい。トロトロしない。ほら、落ちていかないしね。この黄色もなんかすごい鮮やかですね。個人的にはバナナよりイチゴの方が嬉しいんですけど、別にバナナ嫌いじゃないんですけど、バナナ嫌いな人いますよね。何なんだろう、匂いとかなのかな。おお、なんだ、どうした。全部流し込みました。これを冷蔵庫で1時間以上冷やします。はい、1時間冷やしました。型から外します。よし。あ、え？うわー、悲しい事件です。それでは組み上げていきます。今回は縦ですね。うわー、鼻が折れてたのはショックだな。リボンをつけて、で、耳ですね。なんでこれだけ固まってないんだろう。どっちだ。これでいいのか。耳の中をつけて、星をつけて、ハートを乗せます。鼻が悔しいな。では最後にミンツを乗せながら締めましょう。4月は先月できなかったたくさんのことをやっていこうかなと思ってます。まあ春になって花見やら何やら行事もたくさんあるので、個人的にはあまり飲みすぎないようにしたいなと思ってます。たまに動画を編集してると急に声がガラガラになってたりして、自分でもびっくりする時があるので注意したいと思います。まあ何かと新という字がつく月ですよね。新入学とか新学期とか、僕は今月は新プラモを作りたいと思います。そんな感じですが、今月もお付き合いいただけたらなと思っております。お暇な時にでも覗いていただけると嬉しいです。できるだけね、たくさんの動画をアップできるようにじゃんじゃんやっていきたいと思います。完成しました。今回はうさぎでした。まあ次回があるならば完璧なものを作りたいですね。ということで4月の雑談でした。また別の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。